今年3月、水田市教育委員会がすべての私立小中学校を対象に入学式や卒業式で君が代」の歌詞を暗記しているか一斉調査していた問題水田市教によりますと、学習指導要領で国家についていずれの学年においても歌えるよう指導することとあることに加え特定の市議から君が代」の暗記状況について質問があったことから 2012年以降5回調査を行ってていいいたととうこでですす市民は覚えなどういう意図で聞いてるのかが分からないので、ちょっと何とも言えないんですけど、子どもがそういうのでこう、まあ、そういう覚えなきゃとかっていうふうに思うようなになるんだったら、ちょっとそれはどうなのかなというのは思いますね。 そんな話も聞いたことないですしその、お便りっていうのもないですし、子どもが嫌なら嫌だって言える状態にはしてほしいなと思いますけど吹田市長はきょう、事前に相談がなかったとした上で。内心の自由を犯す可能性があるとこう、想起をさせるような行為ですよね、でそれを把握して次、何に使うんやっていう。 そういう方にやっぱり誰もが考えますで、そういう行為というのは適切ではない教育長に強く注意したとしました市長は今後、教育委員会としての独立性は保ちながら重要な案件については相談しながら進めていくとしています